取り出したのはビニール袋。取っ手の部分をカットして広い大きな一枚のシートにします。ドラッグ野郎一番星天下御免を作る第6回、今回はキャブの内装を制作します。着論。切り出したビニール袋のビニールシートに吹き付けていきます。ペラペラのビニール袋、やはり柔らかいので塗料が剥がれてしまう可能性が高いです。事前に密着論を吹き付けることでがっつり塗料を固着させていきます。クレオスの紫、じゃんじゃん吹いていきます。一番星のシートの後ろ側、天下御免は垂れ幕になっています。紫地の垂れ幕、その真ん中には一番星桃次郎と桃のマークが染め抜かれています。これをどう表現するのか非常に悩みました。木工ボンドを溶かした水にティッシュペーパーを入れて固めてみるとも試してみましたが、どうもうまくいきません。困ってしまっていたのでモデルショップ堀井さんに相談したところ、白デカールの制作を快く引き受けていただきました。いつもありがとうございます。メインの垂れ幕制作の前にできることを先に進めておきます。まずはキャブの内側、ホワイトで塗装します。そしてカーペット部分は紫で塗装。運転席の下地を整えていきます。塗料が乾いたら運転席にヒョウ柄模様を足していきます。まずはタミヤマーカー艶消し黒で模様を入れていきます。続いてブラウン、黒の上に足していきます。シートの後ろがブラウンで塗装します。洗車模型用のサーフェイサーなんですけども、まあ茶色なんで大丈夫でしょう。内装部品、細かなパーツもホワイトで塗装しておきます。内側のドアハンドル、艶消しブラックで塗装します。和柄のマスキングテープ、こちらをドア側の内装に貼り付けていきます。ちょっとと雰囲気が出るかなと思います。今文具店ではこういう柄物のマスキングテープすごい流行ってます。いつかどっかでデコトラで使えないかなと思ってちょこちょこ覗いて集めてました。ようやく役に立ちます。ダイソーのシールフェルト、メーター部の張り出し部分をカットしてダッシュボードに貼り付けます。このハサミなんですけども、ドラッグストアで買ってきたプラスのハサミですが、とてもいいです。ベルヌーイ曲線を利用したハサミということで、刃の部分にカーブがかかっています。理屈はよくわからないんですが、そのおかげでとっても切りやすいです。曲面がとってもやりやすいですね。大体 OK でしょう。フェルトの布で厚みもあるのでバッチリごまかせると思います。
続いてヒョウ柄シート。艶消しクリアを拭いたら少し塗料が溶けて溝のところに流れ込んでしまいました。全体的に少し明るいのでスミレ塗料を使ってウォッシングします。色調が全体的に暗くなりましたね。セリアで購入したミニ畳、また使っていきます。ホチキスを外していきます。ダイソー600円カッターでカット。畳べり、ミニ畳についてきた裏紙を使用します。送風口、ドア側の内装は両面テープで仮止めします。キャブ、外装の塗装の際に取り外します。シフトバーの塗装、シート裏側の桃のマーク。私絵心がないので子供に頼みました。そしたら漫画3冊で手を打たれました。推しの子5、6、7巻を買ってまいりました。出来上がったデータを持っていつものようにモデルショップ堀井さんにお伺いしました。あんまりこうなってるからね、よくないか。白デカール一番星桃次郎のフォントデザインと、子供に作ってもらった桃次郎の桃マーク、
印刷原稿にデザインしていただき、プリントしていただきます。伝説のデカールプリンター、アルプスマイクロドライプリンター、バッチリです。早速貼ってみます。いいですね。組み上げていきます。ダイソー UV レジン封入パーツスターシルバー、ジークリアをちょこっとつけて、オッケーでしょう。モデルショップホリー様、いつもいつもありがとうございます。本当に助かりました。白デカールはあのプリンターでないと無理ですね。すごいです。内装のシャンデリアとかは、後で 3D モデリングに挑戦しようと思っています。次回は箱、外装、キャブの塗装、この辺りを進めていこうと思います。動画の更新頻度をもう少し上げたい。ただ塗料パテの乾燥の時間もある。なら乾燥の時間で乾燥に関係ない別のプリペイントキットとかをライブ配信でやってしまおうかな、なんても思い始めました。引き続きご視聴ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。